はいはいどうも、ゆのです。前回まで、サトウキビが必要になるたびに周辺に採集に出かけてたんですけど、コメント欄でめちゃめちゃ、サトウキビ畑作れよわら、と書き込まれてました。うん。それを見た私は思いました。その手があったかと。もうマイクラ実況者名乗るのやめろよ。いやはや。コメント欄で気づかされることばかりで本当にありがたいですね。最近ではコメントのおかげによって、この動画の編集ミスの多さにも改めて気づけました。それは本当思う。なんでこの動画ってこんな編集ミス多いの？なぜかどれだけ確認してもどっかしらミスってるので、もうこのシリーズの醍醐味ってことにします。というわけでサトウキビ集めをしていたところ、謎の扉を発見しました。これは、SCP なのか？ 100% そうだと思う。てか扉系の SCP ってワクワクするよね。どっかに飛ばされるのかな。記念撮影して、早速突撃してみましょう。記念撮影する意味。何言ってるんですか、YouTuber たるもの、いつどこでもサムネにできる場所、ってなんか変な音しない？確かになんかなってんな。なんなんだこれ。トリマ、入ってみます。お？なんだこの世界。一面灰色だな。てかさ、これ扉ないっぽいし。帰れなくね。まあサトウキビの回収も終えましたし、本当に帰り道が見つからなければ機関の書を使おうかな。トリマ、しばらくはこの世界を探検してみることにします。とは言ったものの、何にもないよねこれ。探索してる間にこの世界について説明とかできそう。そうですね。では早速調べてきました。SCP-3608 は、知性のある略奪的な次元であり、SCP-3608 に通じる単一の青いドアを通ることによってアクセスされます。ドアの先はその人が慣れ親しんでいると感じられるような環境が広がっています。そして、この世界に知性ある生物が踏み入ると、様々な負の記憶やトラウマが蘇り、SCP-3608 はその負の感情からエネルギーを吸い上げるということがわかっているそうです。そして、この時何かに見守られているように感じるらしいです。と、歩き回っていたら四角い建造物みたいなものがありました。一体意味のあるものなのでしょうか？あれ、今なんかエフェクト付与されなかった？ほんまや。これはあのモーションブラーみたいなのがかかるエフェクト。いや不安っていうデバフだからなこれ。あれ待って、次は吐き気も付与されたぞ。確か財団の報告書にも元の世界へ帰る時には強い幻覚や不安感があったっぽいし、やっぱり、機関用のドアがありました。こんな動画映えのしない世界とはお別れぜ。お？戻ってこれた。ただ不安と吐き気のデバフがやばい。本当にこれ割と気持ち悪くなるからカットしますね。いろいろあってすっかり忘れてましたが、目的だったサトウキビ畑を作成していきます。マイクラ歴7、8年の私ですが、実はサトウキビ畑というものを作ること自体初めてなんですよね。だろうな。もう何を言い出しても驚かないぞ私は。というわけでサトウキビ畑が完成しました。これで紙の作成にはみどと困らなくなるはず。はい、今回一発目は、エッセンスで作成する系の SCP を作成していきます。まずは鉄塊を4隅に配置、そして鉄3つとアノニマスエッセンスをこんな感じで配置して、ビジョンアルターリングスカルプチャーエッセンスの完成です。これはあれですね、SCP-626 が施設と共に召喚されるエッセンスですね。マジでどこに配置しようか迷いました。もうここでいいや。お？結構こじんまりとした施設ですね。では早速入っていきましょう。おーすげえ。影モッドがいい雰囲気出してんな。この影モッド明るい上に夜が暗くないので、これからも導入したままにしとこうかな。まあその辺コメントよろしくお願いします。よし、じゃあ奥に進んでいくぞ。あれ、まだ扉ある。お、あれが SCP-626？ なんか電気放出しそうじゃない？大丈夫かな？それはそれで面白いからありだけど。んじゃ、近づいてみます。不安と。盲目？あれ？盲目ついてんのに周りが暗くないな。これあれじゃね。影モッド切らないといけないやつじゃね。そうかも、切ってきました。んじゃ、改めて。おう、しっかり周りが暗くなった。いや、普通に怖いな。びっくり要素とかないよな。というわけで解説いきます。SCP-626 は、高さおよそ72センチの金属製の物体で、体積に比較して質量が非常に少ないそうです。で、この SCP-626 に被験者が近づくと、被験者の視力が徐々に悪化し始めます。この時被験者の網膜の感情体と錐体が消失し始めることが確認されており、形状や色を判別できなくなることが明らかになっています。そして、およそ7時間後には完全に視力は失われます。そして、SCP-626 の暴露から15時間後、視力は回復し始めます。
この時被験者の目には感状体と錐体が存在しませんが、なぜか色、形状、明暗を見分けることができるようになり、以前の視力よりも鮮明になっていることが実験により明らかになっています。ですが被験者は幽霊や他の物理法則を無視した人間といった幻覚を見始め、幻覚が始まると、被験者は論理的思考力と言語能力を失い始め、徐々に気泡を発症し、脳の機能は徐々に停止し始め、最終的に被験者は硬直し、数時間後には死亡します。その後死亡した被験者の目から全ての水分が蒸発し、凝縮、乾燥する現象が観測されているそうです。視力が悪くなったかと思えばめちゃめちゃ良くなって、最後死亡っていうこの上げてから落とす絶望。まさに SCP らしいですね。はい次、前回作成したアドオンの SCP トークンを作成していきます。まずは、皮を四隅に配置、あとはグー肉とネザーオートブロックをこんな感じで配置して、SCP-4158 トークンの完成。何これ、まんま牛やん。というわけで空白の文書とクラフとして SCP-4158 文書の完成ですね。ちなみにオブジェクトクラスはユークイドで、項目名は、ビッグチャーリー、ザ、ビッグカウですね。こちらも日本訳 SCP なので正確な項目名や内容はわかりませんが、直訳で大きなチャーリー大きな牛なのかな。結構海外では人気の SCP らしいですね。では、排出していきますね。つか項目名に世界を知って入ってたけど、こんな小さい収容室に収まるのか？まあ大丈夫っしょ。その時はその時です。なんでそんなポジティブなんだよ。ほい。おお、マジででけえ。ぴったり収容室に収まってんの笑う。おいなんだこいつ、攻撃的なのかよ。仕方ないので一旦拠点に帰ります。入ったら攻撃されるしここガラス張りにしよっと。ってなんでお前出てくるんだよ。その図体で高さ2マス横1マスの隙間を抜けてくるのはおかしいだろ。ってことはこいつは図体はほぼ毛皮で構成されてるのか？何冷静に解釈してるんですか。ああよかったなんとかまた収容できた。はい解説いきます。SCP-4158 は、執筆時点では身長 3.4 メートル、長さ5メートルの牛のような生き物で、知性と従順性を備えており排泄物などは生成しないそう。SCP-4158 はサイズと重量が常に増加する異常性を持ち、余分な質量は毎週洗断する必要があります。洗断した SCP-4158 の肉は、USDA ユーティリティグレードのグー肉として異常性はないっぽいですね。あ、USDA ユーティリティグレードってはグー肉の等級のことらしいです。え、食べるのこの肉。いや、焼却処分されるっぽい。で、洗断されなかった場合、手足、生殖器、そして稀に臓器を含む新しい特徴が SCP-4158 に形成されます。実験にて最大で、高さ 8.5 メートル、長さ 9.8 メートルにまで成長し、7本の足、4本の胃、2本の陰茎、5本の睾丸、3本の舌を備えていたことが確認されており、新たな神経組織の形成が確認され、実験は中止になったそう。放っておくとどんどん化け物になるってことか。お前もしっかり面倒見てやれよ。ってことで次なる SCP の作成に至しての頭が必要なのでまた取りに来てます。今回はさすがに泥像の武器とか持ってきてんだろうな。そんなん使うまでもなくなくないですか？だってリザスケの頭のドロップ確率って 2.5% なんでしょ？これってつまり、プリコネの星3確率と一緒ってことじゃん。私、最近10連で2枚引きとか普通にするからさ。そう考えたら正直余裕じゃない？って感じ。こいつ本当に何言ってんの？はいでは死ぬ気で取ってきたウィザスケの頭を使った SCP を作成していきます。ウィザスケの頭を真ん中に配置して、鉄ブロックとレッドストーンブロックをでこんな感じで配置して、SCP-217 トークンの完成。あれ ?SCP-217? 昔作んなかったっけ？そうですね、昔作成したとケージ掛けのウイルスです。ですが今回この SCP は本来作成予定の SCP の材料となってもらいます。SCP を材料に使う SCP を作成するってことか。そういうこと、とりあえずこんな感じで SCP-217 を文書から生成します。今回この SCP の説明は省きます。詳しい説明が知りたい方はこの動画か、財団ページをご覧ください。では今回のメインディッシュとなる SCP を作成していきます。まず真ん中に SCP-217 を置いて、腐肉と皮をこんな感じで並べれば、SCP-610 トークンの完成。だからトークンの色がもうそっち系なんだよな。で、あとは空白の文書とクラフとして SCP-610 の文書が出来上がりですね。SCP-610、オブジェクトクラスはケテルで、項目名は、肉肉しいものですね。肉肉しいもの。さっきまでグー肉の話出てたから腹減ってったわ。で、ちょっと今回なんですけど、かなりの時間をかけて大きい空間を作ろうと思います。なんだ、この SCP はさっきの牛よりでかいのか？まあ一回りはでかいかな。とりあえず全体像が把握できればいいかな。サムネ撮影とかしやすそうだし。というわけであとはこの作業が20分ほど続いたのでカットしますね。
というわけで収容室が完成しました。どうでしょうかこの広さ。そしてしっかり上からも見下ろせるような作りにもしておきました。確かにちょっと収容室っぽくはなってんな。ではここで SCP-610 を放出しましょう。と入っても SCP-610 はこんな感じで SCP-217 みたいなウイルスなんですけども、これを自分の体にぶち込み、あーちょっと待って、アイテム置いてくる。死ぬってことだよなそれ。ではミミクリしてみます。お、SCP-610 感染が付与されました。で、謎の物体が生成されましたね。いや普通に気持ち悪いんだけど何これ。で、この物体を銃でぶち抜いて、あれ、判定どこだこれ。お、当たった。なんかヤバそうなの出てきた。名前はザ・フレッシュ・ザット・ヘイツ・ザ・キング・オブ・ゼム、直訳で彼らの王を憎む肉、かな。とりあえず、全体像が見える定点カメラを用意してるので、そちらの画面を見つつ、解説行ってみようか。てかなんかすげー押されるんだけど、SCP-610 は広大な感染区域のため封じ込めは不可能なので、現在は周辺区域を閉鎖しており、SCP-610 に感染した疑いのある者は全て火炎放射器によって焼き殺されることになります。SCP-610 に感染すると、はじめは皮膚病のような状態になって、失神、かゆみ、過敏症などの症状が出ます。そして3時間以内に腕部、胸部など20度の傷跡に酷似する組織が形成され、その1時間後に、傷跡は脚部、背部にまで及び、5時間以内に感染者を完全に食い尽くします。これがさっきの死んだ時に生成された物体ね。その後感染者は死んだように動かなくなりますが、およそ3分ほどの停止期間を過ぎると突然起き上がり、通常の人間より3倍ほど活動的になります。続いて被害者についた傷跡が自発的に動き出し急速に成長していき、感染がここまで及んだ時点で通常の人間としての生命活動は消滅していきます。この段階まで進んだ感染者には、腕部脚部などを見本以上持つものや、自身の頭部を機械に細長く引き伸ばすものなど異様な見た目となるそうですね。いや、マジで感染系の SCP-26 なのいねえな。というわけで長くなりましたが今回はここまで。チャンネル登録と高評価、コメントあとは Twitter のフォローなんかもよろしくお願いします。あ、最近ではちょくちょくセカちゃんにも動画出してるのでみんな見てね。んじゃ。バイバイ。